関東や関西を中心に設置されている生搾りオレンジジュース自販機。ショッピングセンターや家電量販店、駅などで設置されており、2023年4月に日本初上陸。シンガポール初の、初っていうのは出発の初ですね、の、ドリンク飲んでいきたいと思います。本当にお、はい、お金も出てきた中で、ここですね。あ、それ、あ、これ下ですね。ここで絞られるんですよ。お金を入れると、その場でオレンジが絞られてジュースができる自販機。何個ぐらいオレンジ入りましたか？1杯に3から4個のオレンジを丸ごと使用し、無添加で、リー果汁 100% のオレンジジュースをご提供しますとのことです。なんか分けありいうかね、なんか現在知られているオレンジは600種類らしいです。これ豆知識を教えてくれてます。この自販機1台に最大500個、100キロのオレンジが保存され、約150杯が提供可能とのことです。お、まっちゃん撮りましょうか。おー、パッキングされてますね、上は。はい、ということと、あれ、これはパッキングされてるんで、もうこの感じで持って帰ったら家で冷蔵庫で冷やして食べると。食べるんですか？飲むと。ストップ、ストロー取り消し。し、まさかのストローなしパターンだと僕は信用しとったんですけど、あるパターンでした。はい、で、まあ、こういうことはね、刺してみましょうか。いいですか？はい、おー、いい音とともに飲んでみましょう。はい、はい、あ、美味しいですか？すっきりしたオレンジの感じがなんかむちゃくちゃ美味しい。あー、なんかあの、これさっぱりして、全部のその口の中がすっきりというか、あ、シンガポールで売られとって、これオレンジ自体がアメリカ産とオーストラリア産、オーストラリア産、ここ書いてる。シンガポールの発祥の地ですね。世界中に販売されたカップ数、あ、こうしてる間にも結構あれやね、なんかあの売れとる感じで。そうですね、美味しかったです。ペアさんの買い物ね、あのこうオレンジジュースを結構しっかり4つぐらいですかね、そうですね、入れようとやつを見て、かなりフレッシュな感じで、すごいなんか飲みやすかったオレンジジュースでした。で、なんかあの、まあ、大阪の方にある会社さんが自動販売機が出されたんですかね、その自動販売機もなんかあの街に一つポツンとあると、それはそれでなんか楽しいかなと思うんで、なんかいろんなところにできたら縁ですかね。もしかしたら今後も岡山に出てくるかもしれない、うん、でも関西圏多いですよね、なんか。あー、見たいっすよね、なんかその都市部いうか ね、話を聞くから関西では個数が多いけど、まあ、岡山にはまだない、ちょっと先取りという、そうそうそう、姫路にはまあにも何個かあったりとか、加古川にも何個かあったりとか、ここはもうなんかやっぱ加古川と行って結構近いんでしょうね。ここ姫路ですね、位置的にはなんか海の匂いがすごい、そう、海に近いですね。なんで、ね、そんな感じでいいですか？いいですかね。おかわり大丈夫ですか？おかわり。もう一度出来上がるまでの様子をチェックするよ。あ、もうできたんですか？できましたよ。自動的に開くって書いてます。
こぼれんですねこれ。え、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。